じゃあ今からバーナボリスの内部攻略いきますか。待って、外見たい。まずちょっと待って、外見たい。待って、すごいすごい、うわすごいすごい、普通にすごい感動、いやすごい、いや楽しい、ここ乗るだけで楽しい、はは。攻略いきますか。よっしゃ、行きましょう。ここまっすぐ登って、あ、まだあの目ん玉の敵いる。どこだ、あ、ここいる。オッケー、でここ入れるようになった。ここ越えていけた。越えて、あ、電気のやつある。これ電気のやつ使うのか。あ、どうするんだろう。いや、とりあえずあれだね、ダンジョンマップ手に入れよう。あそこだね、上。あ、ここもう来た、早っ。もうダンジョンマップ、よし、これでどこ行ったらいいか分かるようになった。なんだろう、これ何動かすんだろう。90度回すって。で、電気が何関係してくるのか。左下に通電、非通電とかある。なるほどね。お、なんか来るぞ、セリフ。拳銃のマップを手に入れたね。入れた。マップをよく見な。光っている印が神獣バーナボリスを制御する端末だよ。ナボリスを取り戻すためには、制御端末を全部起動させなきゃいけない。でも、あんたならできるよ。お、期待されてる。じゃあとりあえず制御装置は4つあるから、4つ解除しに行こう。これ電気どうやって使うんだろう、まあ、とりあえず解除できるとこから解除していこうかな。あ、じゃあマップ見て、ここ、あ、ここに横に1個ある。反対側に1個ある。あの中か、あの前の四角の中ある。とりあえずこれ動かしてみるか。実行どうなるんだろう。こう、あ、ここだけ動くパターンね。横は動かないんだ。もうルーダニアとなんか一緒だな、ここは。はい、この下、おここ穴ある、穴。どっか入り口ある？いや、入り口ないや。え、どうやって行くんだろう、ここ。こっち？いや、入り口ないんだけど。ん？あ、上にある。あ、分かった。外側から来るのか、これ。だからこれ上に持ってきて外行くのか。あー、なるほどね。上にほら入れるようなとこある。とりあえず上登りたいな。あっち行ってみるか、あの穴のとこ。この奥に行きたいな。なんだろう、あのレーザーとか出てる。何？治療か？手術起こってるのか、あそこで。ここ、電気通してみる？このライン合わせる。この通電とこの非通電のとこ。とりあえずライン合わせてみる。ここ回して、そら、ここ、このラインが合うから、緑のとこ。あって、あったら電気がつながるよね。どこにつなげたらいいんだろう。あ、どっかつながるとこがあるのか。どっかちょっと探してみよう、周り。あ、上ある、上。じゃあちょっと上に回してみるか。全部回そう。おお、いや、面白い。なんかガチャガチャしてる時の中身みたい。おー、オッケー。あ、開いた。あ、後ろ開いた。おー、ナイス。へー、こんな風になるんだ。ちょっと入っていくか、とりあえず。このトゲとか避けてって、もうめちゃくちゃ簡単。いや、待って、レーザー怖っ。ちょっとジャンプで越える。オッケー。縄跳び感覚でいけば大丈夫。こいつはつけて。オッケー。宝箱ゲット。鍵かな、このパターン。おお、盾入ってた。おお、強い盾。オッケー。え、これだけ？ここ出て、ここ爆弾でやるのかな。ちょっと投げて、ほい。おお、当てた。あ、この外行くか。はい、爆弾、じゃあ、宝箱ある。何これ。おー、古代のバニカ。ちょっと景色見たい。いや、景色見るの好きだな、ほんと。ははは。綺麗。すご。ここでもなかった。お、ここにもなんかある。何これ。いつか入り口来るのかな。ここ。あ、違う。さっきと違うとこ出た。え、外に出た、外。ちょっと待って、ここなんだろう。絶対何かある。これ何？まずこれだね。回してみるか、とりあえず。回して。お、回った。どういうこと？あれか、そういうことか。これ電気、つながるようにするんだ。お、あ、もうちょっと。はい、それ。オッケー。で、こっちがどうするんだろう。こっち回しでつながるみたいな。あー、なるほどね。はい、オッケー。つながった。おー、首上がってきた。なんか降りてきた。
何？あ、そんなまっすぐ向く。あー、でもちゃんと前向いてる。めっちゃ真上向いてるかと思った。まあ上向いた方がね、気分はいいよね。はい、降りてきて、あの台。よし、降りてきた。じゃあ登って上行く、このままちょっと外の景色見ながら。ほい。おお、あー、ガノンの中ある、なんかある、あそこ。いろいろ謎ある。あ、ここにもある。そんな高いとこまであるんだ。へえ、いろんな謎ある。で、ここ頭の部分か。あー、制御装置あった。オッケー、制御装置解除して。残りの制御端末はあと4個。4個、頼んだよ、頼んだよ。ダルケルのせいで4個とか言ってしまう。残りの制御端末はあと3個。3個。急ごうぜ。オッケー、1個解除完了。よっしゃ、2個目解除しに行こう。じゃあさっきこっち側を通電させたから、反対側のあっち側を通電させて、あっちの謎を解こう。オッケー、通電。後ろ側通電。何？おお、なんかある。でもこっち側、ちょっと待って、こっち側だけど、なんか通電してもこっちは回転しなかった。回転する方と回転しない方があるのか。で、この宝箱、何？罠っぽい。大丈夫？真ん中行っても後ろからなんか来たりしない？大丈夫だね。じゃあこの宝箱取るか。マグネキャッチだよ、これは。こうやって引っ張ってきて。ちぎれ、ちぎれ。いや、取れないかも、これ。どうやって取るんだろう。ちぎれしかないよね。これ、わかった。こうやってブランブランさせといて、こっち来た時に弓矢で撃ってやる。ほい。オッケー。落ちてった。宝箱落ちてった。まあしょうがない、どんまい。この上どうやって行くんだろう。あ、向こう側から上に登ってこう渡ってくるのか。よっしゃ。で、ここに制御端末装置あるから、こっち解除しとこう。残りの制御端末はあと3個。3個。オッケー、頑張ります。なんかやる気出る、あの掛け声。こっちだね、このまっすぐ行って、ほい、ここだね、ここ、ここ。なんだろう、これ。電気通ってる。ということは、ここ電気通さないといけない？いや、マグネキャッチで動かしてみる。あ、動く、動く。どうするんだろう。これ、あ、赤だ、これ。ちょ、バッテリー。バッテリーので、バッテリーでも、ね、電源を通したい。で、ここでこう、通させて、こうして、繋がった、繋がった。で、向こう置いて、あれか。なるほどね。向こう置いて、こうか、奥やるのか。オッケーオッケーオッケー、繋がった。何？尻尾の方上がってきた。お？お、お、繋がった道。ちょっと、塞がれた。どうやって行くんだろう。頭の方から登ってくるのかな、これ。あ、ここあった、登るとこ。ここから登って行って、あら、登るとこないんだけど。無理か。頭の方に回るか。よっしゃ。じゃあ、こっから一気に飛んでいくか。いけ。頑張れ、リンク。後ろの方までお願い。お願い、足りて。お願い、生きて。痛い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 。よかったよかった。はぁ、ギリギリいけた。で、ここ登ればいいんだね。どうやって登ろう。待って、難しい、いろいろ。やっぱり、食らうよね。置いて。わぁ、ちょっと回復しよう。危な。どうやって登る？ヘドロ踏んで登るか、ここ。ほい、オッケー、登ったけど、目ん玉ないや。あった、目ん玉。オッケー、登れた。無理やりだけど、登り方。ちょっと離れないと目開けてくれない。目開けて。おー、なにこいつ、学習能力高。いや、爆弾やで、もうやってしまうか、いけ、弾けろ。弾けない。すご。めっちゃ守り方。一旦こっちに避難して。うそ。あー、やり直し、最初から。どうやって目開けるんだろう。電気を一回離してみる？あ、帰っていった。バイバイ。こう来て、こっから上見たら目開いてるかもしれない。開いてない。あいつ目開けなくなったんだけど、ちょっと。見つけないで、ほんと。そういうの一番困る。ほんとに。だから寝てるかもしれない。こうやって電気通してあげて、あいつが起きないことにはあれ、何も始まらない。繋がった、電気。目開けよう。目を覚ませ。現実を見ろ。
さあ現実を見て、おい目開けないんだけど。あ、これ打つか。古代兵装の矢、これワンパンでしょ。ここ、はい、よかった、強え、待って、起きて、ほんとちょっと起こし行こう。おっしゃ、よし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 なるほどね、気づいてなかったのか。はは、オッケー、これで中に入れた。なんだこの謎解き、こいつも倒しとこう。起きてるうちに、あ、もったいな、古代兵装の矢。ここも電気を通すようになってる。あ、ここなんか台座ある。何、下行ってみる、一回下行ってみるか。宝箱、優先で優先で行きたい。無理だお、なんだここ。あ、下にもなんかある。いや、上から行きましょう、今回は。あ、嘘、あ、下から下来た、下の倒すか、とりあえず上が先っぽいです。ちょっと閉まってるんで上から行きましょう。ちょっと上上がってみるか、とりあえずここ上上がって、んー、なんだ、お、回すとかある。これ何、回してみる。お、下が回った。何、なんか意味あるの。あ、電気、電気が通るようになる。オッケー、通った通った。どうなった、あー、そこが動くようになったから、あの奥行けるようになったんだ。いやー、待って、宝箱先に回収、ヘドロを豪華に踏んでいく。オッケー、ほい、オートパーズ。いやー、上から先やっぱ攻略していくかもう上から行くって言ったらすぐ下に落ちるいやー、上から、やっぱ先に上から行きましょう。割れる、いや、もう下来たよし、ここ乗ってって、上来たぞ。何、なんかある、玉があるだけ、あそこに緑の玉がある、あるだけ。じゃあこの玉持って、じゃあやっぱ上から来て正解だったのか。でこれとりあえず下に避難させといてやる。ほい、オッケーオッケー、下行った。この玉どうするんだろう。ほい、燃やす、燃えないか、ガノンのヘドロ。ちょっとネチョネチョつけておいて下行ってみるか、この電気の玉持って。あ、ここにある。電気当てるとこある。オッケー、あった。あ、つながった。開いた、開いた、開いた。扉が開いた。あ、これでつながるようになったのか。隣と。とりあえず倒して。お、こっちもつながるようになってる。あ、下の部屋が全部つながった。ここの部屋、あ、わ、なんかある。あれが怪しい。あ、ここ、たまに2個持ってくるとこある。なるほどね。で、ここに端末装置があるから。制御端末。ここにこの緑の玉を置いたらいいんだ。1個ずつ。ここに1個と、こっち、途中にもう1個あったから、それを持ってくる。さっき宝箱開けて、オッケー、古代のネジ。で、反対側の、あれを持ってくる。オッケー。で、下に下ろして、リンクも下に降りる。で、この緑の玉を持ってって、ここに置く。そしたら謎が解除される。ほい。オッケー、柵開いた。で、端末、制御端末を解除できる。オッケー、めっちゃスムーズにいけた。残りの制御端末はあと2個。焦らずにね。お、あと2個か。ここの上にまだ何かあるから、この上の制御端末を解除しに行く。あ、わかったわかった。この目ん玉倒せば、制御端末も解除できるようになるのか。あ、オッケーオッケー、めっちゃ簡単だった。で、ここで端末解除して、残りの制御端末はあと1個、あと1個、もう少しだよ、もう少し、あと1個、あの、なんか入れないところか、入ろうとしても入れないところ、多分この下だ、ここここだから、ここを回す、何回か、いつ開くこれ。あ、開いたけど、いや、開かない、この下、あ、この下にほら制御端末装置あるんだよね、あれあれ、あ、あ、分かった分かった分かった、横からだ分かった、簡単だった、めちゃくちゃ。これオッケー、乗れた。で、こっち側に穴が開いてるから、あれをここまで回してきたらいける。あと1回回したら制御端末装置のとこいける。さあ来い、穴開け、開け、ごま、オッケーまあ呪文と泣いても一緒だけどねあとこれを下に持ってきて解除するだけ。はい、オッケー。よし、制御端末はこれで全部だ。メイン制御装置を立ち上げられるようになったよ。お、マップをよく見るんだ。新しく光っている大きな印があるはずだよ。そこへ向かうんだ。はい、油断すんじゃないよ。お、
ボス戦だな。うわ待って、あのめちゃくちゃ速いやつか。怖ー。であー来た、メイン制御装置。うわここで戦うのか。うわ待って、勝て、難しそう、めちゃくちゃ。全部下にしとくか。あーちょっと入り口が。ほい、オッケー。でここでメイン制御装置を解除して、うわ本当にここで戦うのか。解除、もう3度目。あ、もうそろそろ慣れろ。やっぱ驚くか。来たよ。こう雷の真珠のボス。おお、ちょっとこいつは怖いな。炎のカースガノンはそんな怖くなかったけど。そいつはガノンが作った化け物だ。100年前、私は手も足も出せずやられちまった。あ、こいつめちゃくちゃ強かったからね。あんたはこんなところで終わるわけにはいかない。そうだよ。そうだよ、こんなやつに負けるかってんだ。は, 早い、はい。よっしゃ、ひるんだ。いけ、やれ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 。オッケー、聞いてる。ナイス、下行った。うわ、ここは戦い、むず。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。